人間ドックの受付こちらです。あ、いいですか。あ、はいはい。ご予約時間は、あ、今からです。はい、8時半ですね。はい、はい。お名前は？松田です。あ、8時の方ですね。あ、そうですよ。はいはいはい。あ、ちょっと遅れましたね。あ、そうですか。はい。あ、僕の時計がずれてたんかな。はい、すいません。じゃあ8時の、そっちがずれてるかもしれんけど、前か。松田さんですね。はいはい。まあ、一応ご確認なんですけども、はい、昨晩の8時から、水やら、飲み物をご飲食はされてないですか？ああ、あの、水はいいって言われたんで水は飲みましたけど。はいはいはい、はいはい、あの、食べ物は食べてないです。朝は水最後に飲んだのは、朝の、6時ぐらいかな。はい、かしこまりました。はい、はい。それね、大きいの最初のお水ですか？そうです。6時ですね。はいはい。いいですか。はい、はい。ご飲食は本当にされてないですか？してないです。ニンニクの香りがすごいきついんですけど。はい。あ、そうですか。はいはい、いや、でも、あの、してないですよ。あ、本当ですか。はい。もしあれでしたら、あの、検査できないのでこちらとしても、あの、胃がやっぱ空っぽの状態で。いやいや、だから食べてないって。はい、食べてないって。なんですか。いや、そのニンニクの香りがするのと、口の周りにすごいついてるんですよ。何がですか？あ、出来物ですか？いや、ご飯粒やと思うんですけど。あ、出来物でしょ？いや、出来物のレベルとかで。いやいや、出来物ですよ、これ。思いっきりこすり落としたら、その出来物ごとポリポリって取れますけど、取りましょうか？ご飯粒ですよ、ね。あ、違う、出来物です。いって。いや、ご飯粒やん。いやいや、出来物ですよ。え、なんで？え？海苔とかついてますよ、多分。口に。あ、シミです。いや、シミ、いや、取れますよ、じゃあ、その海苔絶対。いや、シミ、まあ、ベリって剥がしたシミは、薄皮ごと取れます。取りましょうか、じゃあ、その海苔。いや、シミですよ。薄皮ごと取れるんやったら。いや、完全に、海苔ですよ。いや、シミやって。もういや、いや、いいですよ。全然、あの、別に、あの、規則というか、その、胃が空っぽな状態じゃないと人間ドックでできないんですよ。で、あの、うん、こういうふうに、あの、じゃあ、もうその、いい以外のとこ、じゃあ、やってくださいよ、じゃあ。いや、あの、ちょっと、それもできなくて、実際。食べてないのに？じゃあ、これ、何の香りですか？ニンニクすごいですよ。ああ、あれか、じゃあ、あれ、あ、そうや、ニンニク博物館行ったんや。何ですか？ニンニク博物館。ニンニク。それの匂いが残ってんのかな？何ですか、ニンニク博物館って。ニンニク博物館です。どこにあるんですか、それじゃあ。いや、どこにあるって、あんまりでも、そんなんね、ひっそりやってるとこなんで。いつ行ったんですか、じゃあ、ニンニク博物館。昨日。昨日のいつ？昨日の昼ぐらい。それでこんな匂い残ります？めっちゃすごいもん。だってニンニク博物館ですもん。めちゃめちゃ匂いすごい。じゃあ仮に、想像以上ですよ。仮にニンニク博物館行ったとして、はい、行ったとして、なんでそんな食べるんですか？食べてないって。だからもうしつこいな。いや、昨日食べてないって。昨日の昼やったらいいですよ、別に食べてたとしても。で、昨日の昼からずーっとおったの。だから染みついてんの。あ、これ体から染みついてんの。そう。口から完全にあの息が、ニンニク博物館の空気吸ってるから。いや、もうできてるでしょ、そんなもん。できらんって。知らんからそんなこと言えんねん、ニンニク博物館のこと。ものすごいねんから。どこにあるんですか、ニンニク博物館。それはひっそりやられてるから、僕は、それあんまり。知らんけど、朝一でなんか食うだでしょ。朝一でガッツリなんかニンニク食うだでしょ。食うてない、ニンニク。ご飯粒ついたってことは餃子食ったでしょ。食ってない？ほんまに。ニンニク博物館に泊まっただけ。朝餃子食ったでしょ。食わけない。なんなん、ニンニク博物館に泊まったって。今すごいこと言ってたけど。何それ。博物館宿泊できんの？できんの。24時間やってて、どこにあんねん、それ。それは、ひっそりとやられてるから、僕の口から言えません。ネットの情報にも載ってません。調べても出てこないよ。違うって、だから、ひっそりやられてるから、ご主人が。言わんといてくれって。なんなん、ご主人が、その、ひっそりやってる居酒屋、なんなん、バーみたいなさ。居酒屋じゃないって、博物館？なんなん、それ。趣味でやらん。博物館、ひっそりやらんやろ。何のための博物館やねん。ご主人に聞いてや。ご主人は、その、人殺到されたくないから、ニンニク好きが集まる。館長やろ。そうや。何や、ご主人って。一応、そういう仲やから、俺は。どういう。泊まらせてもらえるぐらいの仲やから。そう、ニンニク博物館について、こっちも深く聞くつもりないやんか。俺、ニンニク博物館行っただけやから。朝餃子食うたでしょ。朝餃子食うたでしょ。食べてません。ニンニク博物館で泊まっただけです。いいですか、もう。それ何や。検査お願いします。じゃあ、わかりました。じゃあ、とりあえず。何もわかってないわ。いいだけちょっとレントゲン取っていいですか。何のために。ごめんなさいね。ちょっと、胃袋の中ちょっと検査しますわ。ごめんなさいね。はい、じゃあ、ここ立ってください。ここ立ってください。めんどくさー、もう。はい。融通きかんわー。はい、じゃあ、息を吸って。はい、息止めて。はい、OK でーす。はい、ちょっとそこで、しばらく待っててくださいね。
椅子ぐらい用意せえよ、ほんま。はい、お客さん。患者さん、あのね、これね、あの、お客さんの胃袋なんですよ。これ、パンパンなんですよ。何が？もうぎっしり入ってるんですよ。え？食べ物が。え？はい、これ、あのね、その、ほんまに隙間がないぐらい今、腹パンパンでしょ。朝餃子何個食いました？リアル。これ何個か餃子そのものの形残ったやつもあるんですよ。丸飲みしてます餃子。ま、リアルに。またや、またや。何個食いました餃子。これ腹パンパンできてるじゃん、朝。また詰め込まれた。最悪や。何が何が何が。ちょ、聞かせてもらおう。おもろそうやから。これも。何何何。これ僕の胃？うん、最悪や、また詰め込まれてるわ。どういうことご主人に。まあ仮にこんだけパンパンやったら体感としてももう腹パンやわっていう感じはあると思う。またや。もう膨張しまくってる。あの寝てる間に口にね、食べ物詰め込まれるんですよ、ニンニク博物館って。なんかその、ニンニクきついから、その、起きてる状態だとその、うわってなる、きつすぎるって、でも味わってほしいらしいんですよ。だから寝てる人に詰め込むんですよ。うん、信じると思う。いやいや、僕も最初びっくりしましたよ。そんなことやってるんですか、ご主人。それを僕がやられてるんですよ。そう、詰め込むとしてもね、はい、仮にこう詰め込み始めた瞬間にも起きるでしょ。いやいや、僕はだから最後の、なんか、この、何してるんですかって起きたんですよ。うん、だからその時なんか顔覗いてたんで、ご主人が。まさか詰め込まれてると思わなかった。この胃袋こんなパンパンになるぐらい入れられてたから。はいはいはい、ずっと起きへんかったところ。起きなかったです、起きなかったです。うまいんちゃいます？餃子丸飲みしてるのなんなん？いや、だから丸ごと押し込んでるんでしょ。で、噛んでるやつもあるじゃないですか。だからこうやってるんでしょ。なんか、ガンガンって夢見たから。起きへんの？起きなかった。全然。だから僕は、ほんまに食べてないです。あの、いいんで別に。ほんまに食べてないです。いや、あの、ええんで。ただ、ご主人が、あの、胃袋に詰め込んだだけ。それ無理やから。そのさ、いるんですよ、こういう患者さん。朝、お腹すきすぎて我慢できて食べちゃう人。でも、大体そういう時ちょっと見たらね、なんか、アンパン1個とか、この、マックス、パンパンまでいってる人初めて見た。マジで腹立つわ。いや、ご主人ね。うん。うん、ニンニク博物館のご主人にね。いや、これ別に罰とかないんで。あの、また、後日っていう。なんで罰？当たり前やろ。後日って。罰あるかい。後日っていう形になりますんで、また別の予約。それ以外の部分じゃ見てや。そうや、こっちに火ないの。できないんですよ。こっちに火ない。お前、ええ加減せえよ。なあ。どうでもええねん、お前の健康状態。なあ。正直言えや。なあ。なあ！お前、俺からなんか切れへん思ってたやろ。なあ、お前、朝食うたやろ。いや、食うたというか詰め込まれたね。おい、詰まれそろで行くねん。信じるわけないやろ。何これ、俺に火ないのに。やめろ、俺次行ったら手出るで。俺あれやで、普通に俺。いや、俺も出るよ。いや、ご主人にね、助けてください。あ、食うたやろ。助けてください。食うたやろ。食うたやろ。助けてください。食うたやろ。食うたやろ。詰め込まれた言うてんねん、俺。食うたやろ。詰め込まれ、助けてください。助けてください。食うたやろ。ちょ、俺行くわ、もう、ご主人のとこ。食うたやろ。あんま詰め込まんといてくれって。こんな誤解されんの、もうたまらんから。ついでていいじゃん。え、ついでて。じゃ、何やねん、ニンニク博物館のご主人が寝てる時に口の中に餃子詰め込むって。いやね、あいつ久々にヤバいやつ来たな。人間ドック YouTube チャンネル、ぜひ登録よろしくお願いします。食うてないって俺。なあ、通してくれよ。食うてない言うてんのに俺。またや。詰め込まれただけやねん、ニンニク博物館の。嘘書いてこいよ。店員、ほんま最悪やわ。元ヤンキーです。ぜひ読んでください。ジャルジャルに興味あるやつ、ネタサロンぜひ入会をしてください。あんなことやこんなこと、いろんなことしてる。楽しいところです。ジャルジャルアイランドもチェックしてください。ジャルジャルタワー。